薩摩半島の中央に位置する日置市。市の中心部から車で20分ほどの日吉町吉利地区は、薩摩藩家老として活躍した小松帯刀ゆかりの地です。この地に去年11月オープンした観光施設で今回のネットが活動しています。こんにちは。こんにちは。山崎さんでしょうか。はい、どうです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらはどのような施設になるんですか。はい、甲冑の着付け体験を行っております。新しい観光のスポットとしてなんか発展できることはないかっていうのを探っているところです。新潟県出身の山崎雅也さん、去年6月に日置市に移住しました。新たな観光拠点としてオープンした吉利市軍技場で甲冑の着付け体験などを行いながら、自らも日置 PR 武将隊として島津義弘公に扮し、観光 PR に携わる地域おこし協力隊として活動しています。さあさあさあ、私も着させていただきました。いかがでしょうか。タイムスリップした気持ちになれますね。ずっしりとした重さはあるんですが、思ったよりかは動きやすいなっていう印象です。着付け体験用に少し軽くできてまして、でも全体では、12、3キロぐらいはあります。好きなように写真を撮っていただいたり、また外に出ても写真を撮れるんで、なかなかない体験だと思います。移住するまで鹿児島に来たのは数回ほどだった山崎さん。2017年まで実業団のバスケットボール選手として全国3位の成績を収める活躍をしていました。そんな山崎さんが日置市に移り住んだ理由とは。鹿児島で地域おこし協力隊になろうと思ったのはなぜだったんですか。そうですね、一応、実業団でバスケをしながら会社員はしてたんですけれども、ちょっとこのまま会社員を続けるのはどうなのかなって思いながら、でバスケに、ちょっと一区切りがついたので、お店を開きたいっていう夢があったので、そういうので飲食店で働いたりとかをしていて、でまたこのコロナの影響があって日置市の方に移住っていう話になって、鹿児島のことも全然知らなかったですし、でもやってみたらなんか面白いことがあるんじゃないかっていうか、家族の支えというか後押しもあって、決心してきましたね。引退後、夢だったカフェ開業のため都内の飲食店で働いていた山崎さん。しかし都会でお店を開くことや子育てに迷いがあったといいます。コロナ禍で仕事や生活などへの不安が増す中、妻の親戚がいる日置市への移住を決意しました。吉利の方に来たりすると、本当もう昔の田園風景とかだったりがそのまま残っているような感じで、都会に行ったら全然見えない、感じることのできない雰囲気だなって思って、気持ちが落ち着くっていうか、そういったことを感じました。子どもたちを広いところで駆け回らせたいっていうか自由にのびのびと育ってほしいっていうのが一番の思いではあります。移住して半年余り、地域の暮らしに馴染む中で吉利のことをもっと知って活性化につなげたいという思いが強くなったという山崎さんを心強く感じているのが日置市役所の高山さんです。日置 PR 武将隊として一緒に活動し、普段から世話役として山崎さんの仕事の相談に乗ってくれる存在でもあります。山崎さんのような方が移住されてきていかがですか。島津の歴史とかも、もう語れるぐらいに覚えていただいて、地域の方と一緒にこの戦国島津の町日置市というのをですね、PR していただければと考えています。期待しています。本当自分一人ではできないことばっかりなので、こういった市役所の高山さんであったり、地域の方々に本当支えられてこうやって仕事ができているってことを、改めて感じました。山崎さんが来て地域に活気が出たと語るのは地元の婦人部の皆さん。飲食店で働いた経験を生かして吉弘公カレーを考案した山崎さん。吉利市軍技場オープンの際には婦人部のメンバーもカレーを振る舞う手伝いをしてくれました。
この日は一緒に地元の米を使った新商品開発を行っていました。そう見てんのかだったの、そう見てんのかってわからないな。わからないでしょ。わかんないです。聞いてそびくそびたくって言うじゃない。そびくびく言わないですよ。まあ地元におれば同じ角度でばかりしか見れないので、違う角度で見たのをアドバイスしていただいて、地域のやっぱり活性化と、まあ、元気のもとですね、そういうようなところにこうやっていただければ、この若い力でなんとかみんなに元気を与えてくれるそうな活動をしていただければありがたいなと思いますけど。地域変わったなっていうところって何かありますか？うん、もう全然変わりました。こんなイケメンになってまず地域が若がやってる中にして、まあおばさんたちもやる気が出てきたっていうのか、おばさんたちの顔は若くなったんです。みんなの顔地域の方が知っている技だったり、そういったところをできるだけ吸収していきたいなと、まあ、こういったのもどんどん子どもたちにも伝えていけたらなみたいなことが思います。地元の人たちと一緒に地域を盛り上げたいという山崎さん、新天地での未来に希望を抱いています。今後の目標を教えてください。地域おこし協力隊でこの吉戸市に来たっていうことがあるので、まずはこの吉戸市を元気にっていうのがあるのと、もう一つは自分の夢であるお店を開くっていうのの準備をしっかりして、3年後にはお店が開けるように頑張っていきたいと思ってます。これからも応援しています。頑張ってください。頑張ります。